えこちら、こう一列 A 文法についての質問です。今、A、レベル別 A 文法や今後 NEXT。 えー、ネクストステージに進もうと思っているんですが、丸暗記している気がして、本当に自分が理解しているのか不安です。河野さんは高校時代、英分法はどのように勉強していましたかで、えー、っと、真剣模試偏差値65。失散程度の英単語1400個覚えてます。めちゃめちゃすごいじゃないですか。いや高校1年生で失散程度の、シスの英単語1400個覚えてるっていうのは、もう正直、あの、圧倒的アドバンテージなんですよね。だから、あの、そんなに心配する必要はないんですけど、あの、 えー、丸暗記してる気がして、本当に自分が理解してるのが不安っていうのは、英語に限らずあると思うんですよ。で、それは何にしたらいいかって言ったら、もう問題を解く。 僕結構あのまあこんなこと言ってはなんなんですけど教科書を読むの苦手なんですよねたくさん文章を書いたのをバーって読んでいくのは苦手でただ一方で問題に解くのはワクワクして楽しいんですよこれどうやって解くんだっけなあこうだったとかいうなんかこう自分の中で対話しながら解いていくの僕すごい好きなのでまあ、だから問題を通して覚えていくっていうことを結構するんですよねななんんかかかやっってよく分かんなかったけど 一旦問題解いてみようみたいな。で、問題解いてみて、解説とか見ながら、あ、この問題こうやってやるってことは、あ、さっき言ってたこれってこういうことだったんだ、みたいな具体を通して、初めて、まえー、学んでいけるっていうふうに僕は思うので、英文法も、ぶっちゃけ、なんか文法書とか、あ、まあでも、レベル別英文法とか、今後ネクストに進もうと思ってるって言ってるので、も、ま、う、あ、それでいいと思います。あの、その問題を解きながら、あ、この問題、 で、こういうふうに解説されてる。こういう場面でこういう文法を使うんだっていうことが分かっていくと思うので、全然大丈夫です。あの、早いうちに問題解きましょう。うん。早いうちに問題解きましょうっていうのは非常に重要なことですね。はい。早いうちに問題解きましょう。